アードウルフは、哺乳虎猫目ハイエナ科アードウルフ属に分類される、ハイエナ。本種のみで、アードウルフ属を構成する、別名土狼。アンゴラ、ウガンダ、エジプト、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ケニア、ザンビア、ジンバブエ、スーダン、タンザニア、ナミビア、ボツワナ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソと体長55から80センチメートル。 尾長20から30センチメートル。体高40から50センチメートル。体重8から14キログラム。ハイエナ火災小種。全身は長くて、荒い上げと柔らかい下毛で覆われる。頸部から大きい部にかけての体毛は、縦紙状に伸長する。種商名クリストタスは、毛毛のあるのい。猛威は、灰色や紅灰色、紅褐色や、紅白色、赤褐色。 胴体には黒い横縞が入る。獅子にも不規則に暗色の横縞が入り、指跡に近い島ほど黒みが強い。次回は細長く、先端が尖る。九子は貧弱で葉の隙間も大きく、成獣では24本まで抜け落ちる個体が多い。前種の指は5本。草原やサバンナ、低木林などに生息する。単独で生活し0.5から2平方キロメートルの、 縄張りを形成するが、家族群と思われる群れの発見例があり、また獲物が少ない時期には、同じ場所で、複数個体が採食を行うこともある。アリ塚の周辺にある草の茎などに、肛門線からの分泌線をつけて、縄張りを主張する。夜行性で、昼間は、巣穴で休む。巣穴は、岩の隙間や自分で掘った穴のほか、土蓋や、飛びうさぎの古巣を用いることもある。 縄張り内に侵入した個体に対しては、全身の毛を逆立てたり、声を上げて、争ったりする。食性は、動物食、主にシロアリを食べるが、昆虫、鳥類のヒナ、小型哺乳類、動物の死骸を食べることもある。シロアリが採食する音を頼りに探し、ヘイアリが発する化学物質も感知すると考えられている。くぼみを掘って、糞を排泄し、 その上に土をかぶせる。繁殖形態は耐性。妊娠期間は90から100頭か。春季から夏季に1回に2から4頭の幼獣を生む。幼獣は6から8週間は巣穴で生活し、母親が彩色のため巣穴を離れると父親が巣穴に残る例もある。生後3ヶ月でシロアリを食べられるようになる家畜をおう害獣と誤解されることもある。食用や 毛皮目的の狩猟、害獣としての駆除などにより生息数は減少している。ありがとうございます。